気にご主人様、あなた様が目覚めてからというもの、私たちはやれ制圧、ついぞデートの一つを楽しむこともありませんでした。国の範囲を広げんとするばかりで、最も重要視すべき事柄に目を留めさえせず、実に愚かなサーヴァントでした。セラフ全土をこの手にせずとも、真申し訳ありません。ご主人様、このような時とはいえ、こんな即席のデートコースでお茶を濁すことになろうとは。おお、月あらば炸裂するこの池玉力、泡も感動でついめまいがよよ。ですので、どさくさに紛れてご主人様と腕が本当なんで愚かだったのでしょう。いいえ、そのような反省は犬神にでも食わせておくもの。新緑の恋人のように寄り添い進みましょう。円熟の夫婦のように連れ合い参りましょう。わずかな童貞ではありますけど、こうやって触れ合えて私はとても嬉しい。未明領域までの距離ですか、強いて言えば近いでしょうか。要は移動のためのポータルをどこ、まさかマイルームに設置してしまっては、いざ逆に用いられた場合に私たちが離れれば同じことやもしれません。破壊の軍勢がいつですが、可能性はなるべく残しておきたいです。無事にあそこへ戻る可能性、手に手を取って帰る可能性ですから、ええ、ここまで離れればもう構いません。いざ陰の気脈の果てをここに。我ら行く先は崑崙ならず金色の陽光を弾く水面のごとくして、映し込む、入り込む、落とし込むは世持つ平坂のごとくして、彼岸の果てへ向かうは根の国ならず、星の雫にうがたれし月の影。さあご主人様、ここに月の黄泉へとつながる門を開きました。これより先こそ破壊の軍勢の本拠、許しがたきは英霊アルテラ、破壊だ滅亡だとのたまう輩を、いざ快活に、大逆転の始まりです。命の選択とシャレ込もうではありませんか。正直に申し上げまして、敵は大敵。はい、私も覚悟を決めてますとも。六畳一間でも構いません、ささやかでも。特にアルテラは世界の具現にして概念たる神霊にも当然のように有利ではあるので、地球あっての神霊化なわけですが、それでも地球の外、空に属する大異例でも、そのなんというかあれになってしまった私はもう私という存在ではありません。それは嫌です。それはどうでしょうか。やはり一尾の顛末などこの始末、アホーめ、わらわが手助けなどするととか言って場を乱すに決まっています。だって私でもそうしますから。自分の正体はあんな性悪心霊に助けを乞うのだけは No Select。 あれ、どう見ても隠しボス系の、
キャスターか。すでに制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。複数セクターへの同時攻撃、うまい手だ。敵ながら見事と言える。防戦ではおよそ勝ち目はないだろう。撃って出る他にあるまい。ノンストップです。華麗に決め。君臨するとはこういうことだ。ゲートオブバビロン。セクター間を超える強力な遠隔攻撃か。気の短いサーバントと見える。このまま放っておけばこちらの負けだ。まずはあのサーバントを叩け。ジャンプ。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。言われなくてもそのつもりです。天気悪いとかいい思い出ありませんし。これはどうだ。では黒焦げといきましょう。だって味方が攻められているようですね。これはまた物好きな神霊よな。何を企んでいる狐。決まっています。ご主人様の妻になること以外ありません。しばらくしばらく味方の被害が拡大中。いかがしますマスター。戻しましょう。えへっ、嬉しいですマスター。なんだ、野生犬にも牙はあったよ。しばらくしばらく味方の被害が拡大中。いかがしますマスター。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。風向きが怪しくなってまいりました。急に行っときます。少しばかり猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。このままだと味方がやられちゃいます。見合いましょう。風向きが怪しくなってまいりました。救援行っときます。この調子で徹底的にぶっ潰します。このままだと味方がやられちゃいます。500体撃破か、おめでとう。このままだと味方がやられ。王の前だ、勇姿を示すがいい。このままだと味方がやられちゃいます。気がついたらマップが真っ赤っか。というか完全敗北寸前。まだ大ピンチです。天罰敵面。もはや楽には済まると思え。こちらに来ましたか。ではこの鎖でお相手しましょう。なんだ、国を滅ぼす魔獣と聞いたが極めて愉快な美女ではないか。さすがだ覇王、見る目がある。知ってほしいが貴様は危険すぎるゆえに。意外な大作戦。
命です、マスター。タマも感激しました。炎天よ、払え。ああ、もう味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが。遠征であった。間に合いましたね、マスター。これでもう安心カット。新王は間に合ったか。さすがだな。しくじったわ。我が波動をここに継げるか。君臨するとはこういうことだ。ゲートオブバリオン。メタマリ、出戻り、飛び上がれ。お覚悟。しばらく味方の被害が拡大中。いかがします、マスター。いい加減飽きてきましたね。そろそろ済ませてしまいたいのですが。勝とうが負けようが構わないのですが、こうなったら勝つしかありませんね。なんだ、野生犬にも牙はあったか。行っちゃうぞ。なんだ、野生犬にも牙はあったか。食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれ。強気が必要なのは強いの。遊びすぎたか。飽きた。俺は下がるぞ。次はもう少し早く来ていただければ言うことなしですが。こちらで。ああ、もう味方がピンチです、ご主人様。面倒ですが助けに行きましょう。自軍が次々に消し飛んでいる。ギルガメシを止めろ。着実な一歩だ。これでいくらか戦況は好転する。戦隊撃破とは。あ、いや失礼。炎天よ、払う。目覚まる。では黒焦げといきましょう。ああ、もう味方がピンチです、ご主人様。面倒ですが助けに行きましょう。突破です。ヒトビーや風向きが怪しくなってまいりました。うん、急に行っときます。踊り、メタル、おりゃー、私、隠しっぽく、おりゃーと吹き飛びやる覚悟。はっ、その顔、見飽きない。とメタル、踊り、お覚悟、おりゃーと、はっ、はっ、ニコホホホ、で踊り。しばらく味方の被害が拡大中。いかがします、マスター。あの、マスター、そろそろ体力が心配です。ひと、私、輝いてます。と、はっ、参ります。えへんと、と、では天罰で決め。よく燃えますね。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。あ、このままだと味方がやられちゃいます。ひとっ飛びです。華麗に決め、ジャンプ。プラントです、ご主人様。まずはあちらを倒しましょう。はっ、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 はっ
よくやった。クランクを破壊した。敵の進行が弱まったぞ。おやメタマル出戻り一人やしとメタマル。もはや構いませんね。どこまで行くのか見届けるとしましょう。メタマルしとと舞い上がっていただきます。できましたね、キャスター。その調子で変に遊ばないように。ノンストップです。セクタートラップですよ、ご主人様。あれ、やば、私ったら押されてるの。お似合いよ。反撃参り。マスター、コードキャストを。頭痛い、目障りなのよ。早く死んでちょうだい。走ってきました。絶対に認めないんだから。敵サーヴァントが引いた。このまま残った敵も蹴散らそう。制圧完了。この調子で徹底的にぶっ潰します。楽しげに制圧したな。今日を滑る女は違うということか。ノンストップです。華麗に決め。ブラント発見で。私あれ大嫌いです。参ります。で天罰てきめん。Oh!
味方がピンチです。ご主人様、面倒ですが助けに行きましょう。コードキャストスタンバイ、セクタートラップですよご主人様。私のミスですね。これはこうなると挽回は難しい。ブラント発見です。私あれ大嫌いです。メタリズム、見づらいことですか。ピンチです。救援が来ればいいのですが。素晴らしい戦果だ、素晴らしい戦果だ。戦力を削っていこう。コッパで人火や調子で徹底的にぶっ潰します。楽しげに制圧したな。今日を滑る女は違うということか。風向きが怪しくなってまいりました。うん、救援行っときます。ストップです。ブラント発見で。私あれ大嫌いです。コードキャストスタンバイ、セクタートラップですよご主人様。繋がっているはずだ。さあポータルへ向かうがいい。ようやく親玉のお出ましというわけですね。ご主人様参りましょう。手戻り、おりゃお覚悟、吹き飛びやがれ。その顔見飽きます。
退く。私は不要な剣を振るいたくはない。お前たちを、お前たちを、たやすく。今さら何をのたまうか。破壊の大王と呼ばれた者がためらいなどと。貴様はざれ言ばかり口にする。そのあり方は戦いのための力をかようなまでに備えていながら、琴影を通じて共闘の呼びかけ、凄まじき力という無敵の矛と、戦いを忌避する無形の盾。お前に言われるまでもない。私は何かを間違えている。それはお前には関係のない事柄だ。少なくともキャスター、レガリアをここへ。そうすれば私は私にできる限り。言語道断。その物言い、その眼差し、その思い、ようやく私も理解した、確信した。私の指に輝くレガリア、焦がれるほどに求め与えられた私の証。いいえ、ご主人様、ごめんなさい。あれはダメです。ダメなのです。そして私も女なのです。です。私は何一つ奪わせはしないし、破壊させもしない。いや、それは決してお前一人の所有物で。お黙り！奪わせません。何一つ、ただ一つ。これ以上、これ以下も。助かります、マスター。神霊に連なる者、キャスターよ。神霊に連なる者、キャスターよ。貴様が相手であれば私も容赦はしない。この力が不運の最初。今のアルテラは危険だ。慎重に戦え。走ってきました。炎の私を、光。正しいぞ、キャスター。倒すのなら一撃で倒す。うまい。ここまで。マルスとの接続準備を。ホームを借ります。ホームを行っちゃうぞ。ホームを解放する気だ。何としても食い止める。失言を買うヘビの時に。その調子だ。この力が不運に相応し、今のアルテラは危険だ。慎重に戦う。破壊されるのか。夢だった。小さな英霊に倒されるなんて。しかしまだ私は。ここまでか。知恵と勇気、あまねく怪物なる者はあなたとて例外ではありません。アルテラ、何の過去のあれなど何かの間違い。
太陽の化身のその分け身、天仙古仙の私が王権を得た今は。いいや、違う。私は怪物ですらない。私たちは、お前たちでは私たちに勝てない。フレアエフェクト、マルスとの接続開始。発射まで2秒。軍神よ、我を呪え。空うがつは涙、ティアードロップ、フォトンレイ。許せ、サーヴァントでは私を倒せない。命は奪いたくはない。破壊する。私の前に何の、しばらくこの程度。馬耳東風にぬかに釘、甘いわ半端者が。光の柱、何故に一つのみしか放たぬか。見えるぞ女、見透かせる。レガリアが砕け散るのを恐れましたね。どこに。出雲に神あり。これ自在にしてみそぎの証、神宝羽化の鏡なり。水天日光、天照らす矢の雫石。遅い。あっ、もう一人の私をあなたが操って戦ってくださったからこそ、私一人では到底。お前たちの策に溢れる星の光でさえない。キャスター、その通りです。ほうき星より来たる者、弱き者が強き者を打倒する。知恵と勇気を振り絞り、それを私はせいぜい真似てみただけのこと。地上にてそれらがお前を倒した者の本質です。あなたもかつて。やはりか、キャスター。いや、賜物前、私の過去を知って。私のマスター、いけない。指輪から出てはお前を破壊から守れなく。守れないわよ、あんたは何一つも。守れるはずがないじゃない。だってあなたにできるのは、弱々しい乙女のふりなんてやめなさいよ。冗談のつもりでも笑えないし、あなたはそうよね。厳密には、うん、エリザベート。何の用です。ごきげんよう、一人ぼっちの帝国の女王陛下。レガリアを使って、ああ、むやみやたらに動かないでね。あなたが野蛮にも仕掛けてきたら。さて、いい加減目を覚ましなさい。英霊でもない、反
間英雄でもないあなたが。というか、これですっきりしたでしょ。外で活動する分身をなんでわざわざサーヴァントにしたのかは聞かず、でも負けたんだから遊びはおしまい。本気の。ご主人様、あそこ。セファールの巨人、大いなる14,000年前のあの巨神か。もはやここまでなのですか。ご主人様、ご主人様、私は申し訳
ありません。すべてどうか謝らせてくださいませ。あなたが眠りに落ちてからずっとエリザベートからの誘いを拒み、アルテラによる最後の勧告をも疎んだ。そしてあなたを、マスターであるあなたを、一人は嫌だったの。もう一人になりたくなかった。強くあらねば、支配せねば、あなた様を私はきっと失ってしまう。その未来に恐怖したのです。いつかの折エリザベートが言った通り、ドンピシャです。図星どころの話ではありません。やけのヤンパチになったのです。あなたとは一緒にいられない。ならばせめて幸福でいるうちに一緒に終わってしまいたかった。ごめんなさい。そんな私のわがままの結果がこの光景です。あの巨神には勝ちようがない。世界は救いようがない。あなたを救うことはできないと分かっていた、分かっていた。抗うためではなく、戦うためではなく、仕方ないのです。だって私たちは以前あの巨神に敗れている。私たちだけではあの優勢にはかなわないと。私は太陽の化身、その分霊ならばこそ1万4000年前の全てを知っている。あれに敗れ去ったのは地上の生物だけではなく、人の起こした文明だけでもない。天空も大地も海も太陽も穂村も森も、知恵は一切の意味をなさず、愛も絆も荒れ狂う巨神へは届くことなく、戦いと争いの概念さえ同じこと。その剣を持ってあれを両断することはかなわない。そんな恐ろしきものがいずれ来たると。いずれではなく、時計の針がわずだから私は。許しください、マスター。浅ましくも卑しい私の行いを私は諦めました。なら私は限界まであなたに仕えたかった。主人様、ご主人様、やはり私では叶いませんか。所詮私はサブサーバントメインサーバントでもない身であり、私おとぎ共に朽ちるのを望むのは、
マスター、なんてもったいない、私にはもったいないほどの。うわーしゃー、新規充実ラブ再確認、かしこみかしこみ、高間ヶ原の私も一からダメだー。つうか聞こえます、聞こえますよ、太陽殿に鎮座まします大元の絶句同点アミ強化、イエーイ、ウレームシーカーざまあ見なさい、私の完全勝利です。いいえ、それは断じて完全敗北です。マスター、この水天日光、たった今あなたに、うん、どうせ侵食されるのなら私も国を持とう、ほんと私らしくないったら、ん後ろ向きになってどこに落ちていこうとしたのやら、それじゃまるであの巨神と変わりません。ええ、マイナスにマイナスをかけてもマイナスです。天下御免の良妻狐、ご主人様のためなら鬼も仏も切り捨てること三千里、ご奉仕純情、昼もしとねでバチコーイ、今も昔も枕も草子も音に聞け、私の願いはただ一つ、あーんーつあんつ、とにかくいろいろあるけれど我が願いは単純至極、幸福な世界で幸福な未来で旦那様とハッピーに生きるのです。私今度こそ改心いたしました。えやった、警告モードは時代遅れと脱ぎ捨てて、ご主人様が誇れる最高のサーヴァントとして、いえまあ世界なんてどうでもいいですが、ご主人様の未来を汚す者に容赦はねえ、愛しの旦那様にいざ参ります、ハッピーウェディングサンシャイン、全霊更新全開稼働、量子も魔力も何のその、今の私の動力源はあなたへのラブただ一つ、たまもラブマックス、さあさあいざ行きます、ご主人様との幸福な未来のために。魔力が集中している、おそらく力の源は恐怖のコアだ、相手の行動をよく観察し攻撃の機会が見えてくるはずだ。ジョイナ一個当選やっちゃいます、胸のコアを攻撃破壊し、ご主人様いざ、うん、水雷槌ひれ伏すがよい、虫けれどコロコロするぞ、通常攻撃を攻撃するならムーンクランチを使う、レガリアの力を有したムーンクランチ、それだけ
に巨神を貫通し、セファール相手にダメージを与えるとは、さすがは神武だが、敵はわずかの揺らぎになり、だが攻撃を続け、削り切れ、イージー、奴の防御システムが解除され、反撃の時だ、攻撃を集中させろ。ご主人様、少しがかり本当にさすがに目覚めたな。セファールを止められるわけがあるまい。確かに攻撃は通っている。しかし油断すれば、あー、はじっ
その顔見飽きました。全体への攻撃か、もう、もしくは空中へ跳躍すべきだ。イガンマ大作戦。
バカな。ご主人様。バカな。ご主人様。ご主人様、何をぼーっとしておいでです。かいがいしくも愛らしいサーヴァントがおそばにあるというのに、ぼんやり桜など見上げて何をお考え事です。んみこーんと来ました。さてはご主人様、幽霊本体がいつ来るかとお悩みですね。ダメですよ、いつかの日はいつかの日です。その時までは存分に穏やかに過ごそうと約束したの。ただでさえ魂のあなた様は風光明媚、物憂げな無言の沈黙とか反則です。私思うのです、今となってはエリザベートもアルテラもそんなご主人様の無言の色気に当てられて。え、何です、考えすぎ。いいえいいえ、そんなことはございません。それが証拠に今こうしてただつむあなたを見ているだけで、私心もたまらず。もう何を言わせるんですか、ご主人様ったら。さっさ立ち止まるのはもうおしまい、一緒に参りましょう。どこへって、もっちお夕飯の食材買い出しです。カルナッチさんが教えてくれたんです。この先に美味しいサワラの西京漬けを売っているお店があるって。試食して美味しかったら今宵の献立に加えてしまいましょう。試食は禁止とか言われたら、それはそれ、セラフの救世主を前に何とすると、私が警告モードでもって。いえいえ冗談です、もう決して警告モードになどなりません。
そうだ今晩の献立について基本メニューはもう考えてるんです。豚肉とナスの味噌炒めにかぼちゃの甘煮、ほうれん草はおひたしにせずごま汚しで、さらに噂の最強焼きを、おお、これはライダーさんのお店で買った大きなお皿に盛りましょうね。ご主人様、ちょっと足を伸ばして他の領域に参りましょうか。毎日和食ばかりでは？いいえ、まさか私の愛情たっぷり、まじないたっぷり、パーフェクト料理に飽きるはずはないのですが、たまには、ええ、ローストチキンの一つも焼いておきませんと、和食に中華にインドだけがレパートリーと勘違いされてしまっては困ります。たまもは世界のたまもちゃんですから。食材は明日に回します。最高のお肉、最高のお芋、最高の玉ねぎ、人参、それに最高の香辛料と最高のお鍋を持つ。今夜はカレー、カレーライスに決まり。たっぷり食べて、たっぷり精をつけてくださいましね、旦那様。なんて冗談です。良き妻として、良きサーバントとして、共に最後を迎える伴侶として、さ、旦那様、今晩のお夕飯何がよろしいです？はい、もしかして私、インド式警告モードのお話あなたにしてませんでした？ではそれは今宵の寝物語にでもたっぷりじっくりお聞かせして差し上げます。ともかく、ええ、あなたにそう言っていただけるのなら遠慮はしません。しま、行き過ぎたら今度は叱ってくださいましね。きっと私、立ち止まってみせます。いつまでも、いいえ、最後の時を迎えるその瞬間まで、こうしてあなたと寄り添い過ごすために私頑張ります。
またしてもか。信頼の絶望を知るがゆえに、いくらか組みしやすいかとも思ったが、落胆したぞキャスター。警告の美姫、おとぎ話の怪物が聞いて呆れる。束の間の甘美を味わいながら滅びの時を待つがいい。無価値、無意味の極みたる平穏にせいぜい浸れ。次期クオンタムタイムロックに入る。やれやれ、またも移動しなくては。まあいい、成功するまで何度でも繰り返すだけだ。お前も共に来い。これよりスライドを始める。無意味、無価値ね。黙ってついてこい。お前には別の重要な役目を与えよう。レガリアの完全なる破壊とムーンセル中枢の陥落。無意味だか無価値だか知らないけど、せいぜい幸せな最後を迎えなさいよね、コリス。